日本語を勉強しだす前に知っておきたいこと。目標が字幕なしでアニメを見ることであれば、漢字を勉強する必要は全くない。そっか、アニメを見るだけだったら漢字勉強しなくていいんだよ、ね。いや、だったらそもそも授業に行く必要もないな。頑張って漢字を勉強しても、スマホに触れた瞬間にそれを全て忘れてしまうから、どっちみち無駄だ。いいえは、はいを意味する。はいは、いいえを意味する。はい。 が、はいを意味するときもある。そして、いいえがいいえを意味するときもある。はい。ももいい役が直訳であるっていうケースは非常に珍しい。これは仕方がない。それは失礼だ。それは丁寧すぎる。それは友達のいとこと話してるときにしか使えない。あなたがテりやきチキンと呼んでいるものはテりやきチキンではない。Hey, can you pass the s r i r a c h a I gotta make it spicy. カタカナのいいところは あれカタカナのいいところは何だっけ空気は吸い込むものではなく読むものだ象は鼻が長いカラオケと発音する先に「お」をつけると丁寧な言い方になる例えば「お忙しいところ」とか「お前」とかんちょっと待ってあなたが勉強しているのは実は英語だ50代の先生から学ぶスラングは古語に等しい東京にいる僕と一緒に勉強しようっていう動画のコメントを読むことは 勉強ではない。うなずく頻度が足りない。それなら明白っていう言葉が適切かなこうじゃなくて、こうだ。これが日本の間だ。目標によってアニメを使っての勉強は全然ありだ。例えば、 アンドロイドになるつもりの人たちは、広角機動体を見ると良い。適当の正しい訳は、ハーファーストだ。悩まずに済んでよかったね。フの発音をできるようになっても、それを外来語の中で言うと、必ず英語の F に戻ってしまう。 忍者になりたいっていう気持ちがいずれなくなるだろう。鉛筆の持ち方間違ってる。唇を動かしすぎ。関西弁ができる外国人がいくらでもいる。特別感を求めるなら鹿児島弁の方がいい。日本人はそれあんまり言わないかも。それでも謝った方がいい。誰が何と言おうと。あなたは日本語が上手じゃない。